今度は天下のマクドナルドか。今回マクドナルドのアルバイトが3つの道路交通法違反に該当した。1つ並走、1つ信号無視、1つ前方不注意。これな、またまただよお前ら。もっとな、頭使ってくれよ、頭を。もっとこの頭をな、世の中のためになるように使わなきゃダメだよ。くだらねえな、信号無視だ、並走だとか、ちょっと間違えたら大事故だぞ。歩行者巻き込んだりな、してお前、怪我でもされたら、お前ら一生、その怪我の保証で終わっちゃうんだぞ。そのな、万が一怪我するかもしれなかった歩行者はな、家族も、親兄弟みんな、いるんだぞ。それをお前ら、なんか、動物か虫けらを蹴散らすかのように、道路で好き勝手やって、それでお前ら、楽しいのか。言ってみろ。楽しいのか。楽しいわけねえだろ。そんなこと楽しかったら、お前ら頭いかれてるぞ。薬でもやってんじゃねえのか。なあ、頼むよ。もう俺も、あともう笑うしかできないよ。頼むからやめてくれ。頼むからやめれなかったら人間やめてくれ。なあ、動物にでもなってくれよ。そうしないと世の中のみんな納得しねえぞ。頼むよ。天下のマクドナルド。お前このまんまじゃ損害賠償とか請求されてえらいことになるぞ。覚悟してんのか。覚悟してりゃいいけど、そうじゃなかったらお前はとんでもねえことやっちまったんだぞ。深く反省しろよ。今からな、キラカメ様ハンバーグ食いに行こうと思ってたけどな、ハンバーグ食っててな、おい、赤虫の車に轢かれたらどうすんだよ。こんな心配してたらハンバーグもおちおち食えねえよ。心配でハンバーグ食う時も周りを見ながら、車オッケー、大丈夫だな、確認してから一気だぞ。食わねえと、もちもち食ってたら引き殺されちまうぞ。なあ、怖いのよ、怖いのよ。助けてちょうだい。怖い助けてくれ。ハンバーグ食ってられねえ。怖いよ、ハンバーグ食ってられねえ。怖いハンバーグに壊れちまうのかもしんない。
気をつけろ。おー、ありがとうございました。